じゃあ、私ちょっと話します。まあ、ライトニングトーク並みっていうか、もうライトニングトークで全部話されちゃったんで、ちょっとアドリブでいろいろ話そうかと思います。ちょっと今日、まあ、いろいろ諸事情ございまして、本来話す予定だった小野博正氏がですね、ペッチ小野さんが来れないということで、私がお話しします。でもこのタイトルも小野さんが考えてくれたので、あんまり あれなんですけど、ソムリエっていうのは多分ワインのソムリエをも意識してて、まあ後でちょっとそれの種明かしは、まあ、知ってる人は知ってるんですけど言います。で、まあ次世代統合 TV って、まあ、次世代ってちょっと流行りですけど、最近だとやっぱこう新しい統合 TV とかいうのがいいのかもしれないんですが、ちょっと統合テレビ自体はもうだいぶ古いので、まあ、その話も含めてちょっと今日はしようかなと思ってます。で、まあ小野さんとが話すはずだったんですけど、ちょっとアライメントとって一番似てるボーノがということでという話です。これ知ってる、これ一致したっていう印でよく似てますっていうので、こう、はい、欠損があるとこういうのかな。すごい名前似てるんですよ、知ってたよね。まあ、そういうことで、はい、はい、です。はい、で、まあ、ようこそ統合テレビへということで、まあ、皆さん統合テレビの発表もいっぱいしてくれたんで、もうあんまり言う必要はないんですけれども、まあ、動画で紹介するウェブサイト、これもいいね。はい、で特徴っていうのも、これも純子さんが話してくれたので、もうあんまり言う必要ないんですけれども、まあ、使い通し系のウェブツール、まあ、観点としてはユーザーの使いやすさを徹底的に思考していると。よくまああるのは、それぞれの自分のところで作ったサイト、作ったなんだ、自分の作ったツールを紹介したいからという視点であるやつはいっぱい、最近いっぱいあって、それはそれなりにマニアックな技とかが紹介されて便利なんですけれども、割とユーザーの視点がないんですよね。だからここはユーザーの視点という共通の視点を持っていろんなソフトを紹介していこうと、そういうのをもう、5年前に始めてずっとやり続けて、粛々とやって、まあ、やっているという話のが特徴です。で、まあ、特徴は、まあ、これもあれなんですが、まあ、ウェブサイトにも書いてあることをこれ繰り返しているだけなんですけれども、まあ、初めての方でも簡単に使えますと。だからこんなツールのがやりたいなっていうのをわざわざこのウェブサイトに来て探してくれてももちろんいいんですけれども、まあ、普通のインターネット検索エンジンでツール名を入れたらトップ1ページには出てくるみたいなのを目指してずっと作ってきたと。だからああいうふうに皆さんにいろいろブログを書くときにですね、いろいろこういうふうに書け、ああいうふうに書けっていうのは、あれは SEO 対策を実はしてて、そういうので、検索エンジンで上の方に出るように割と、まあ、してきてるわけです。だから初めての方でも使えると。よく聞かれるのは学会とか展示会とか行ってね、聞かれるんですけれども、これいくらですかと聞かれるんですね。で、動画で作ってあるものは皆さんに終わったらすぐ YouTube にもアップしてって言ってますけれども、まあ、そのところから見て分かる通りタダです、無償で使えます。もうほとんど紹介しているそのツール自体も基本的にはタダで使えるものが多いんですが、最近ではまあ優勝のものも割と業界でよく使われているものだったらやりましょうってことで、主に次世代シーケンサーの、ツール、解析ツールなんかを中心に優勝のものも、紹介してますが、まあ基本的には僕らのウェブ動画を見るのは もちろん無料っていうふうになってます。で、まあコツとか裏技を紹介しますと。で、これもまあ皆さんが RA さんが皆さんがウェブサイトそれ見てこういうのを見つけたと、前紹介されているのに対して自分はこんな新しい技を見つけたって言ったら、どんどんそれも紹介して紹介してというふうなのでやってくれているのはもうご周知の通りです。で、まあどんな環境でも再生できるようにっていうのは、まあ最初は結構これ苦しんだんですが、まあ、最近は YouTube で皆さん動画を見るの普通になってきて、割とまあいろんな環境でユニバーサルな環境で見えるようになってきていると。で、まあ YouTube にもアップしているって話もしたんですけど、YouTube 以外にも iTunes のストア、アップストアでしたっけ、アップストアじゃないな、今なんていうの、なんとかストア、アップルのビデオキャストですね、アップルのビデオキャスト、 iTunes で見れるビデオキャストから見て、今日出た iPad、 新しい iPad でも当然すぐ見れますし、皆さんの iPod なんてもう持ってる人はあんまりいないのかもしれないけど、 iPod でも見れるし、iPhone でも見れますというふうに、まあ、割と、どこでも発信しているというのが特徴ですっていうのがここで書いてて、で、まあ割とどんな人向けに作ってるかっていうのも割とこういろいろなんですよね。最初はいろんな人
というか研究者視点でってことで、割とあの本格的な研究者向けのものも考えてたんですけど、だん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 こう使いやすさを試行して小学者向けのものも作ってると、本格的なツールももっと紹介してよっていう風な流れもあって、もうとにかく玉石混交でいろんなレベルのものをまあ出そうと。玉石混交っていうのはその悪いツールは紹介しませんので、そういう意味では玉石混交じゃないんですが、対象としてはいろんな人を試行してると。で最近はまあこういうのが増えてきてますけれども、こんなツールとこんなツール組み合わせて作ってみましたという合わせ技ですね、そういうふうなものもあの紹介してやってます。で一番大きいのはやっぱりこの改善ということで、まあ、皆さんあの作ってくれる人は特にやってると思いますが、去年作ったツールがウェブサイト変わったからこれアップデートしてよみたいなアップデートっていうのが割とあります。それはまあ改善ということになるんですが、あのそういう最新のウェブサイトに合った動画に作り直すっていうようなこともありますし、そうなると大体機能が改善されていると、そういうふうな機能を改善されているのもあの含まれてあの紹介しようというふうなことをやってますと。で、まあ、動画のスーパーとかいう話もさっきあったと思うんですが、その辺は省略します。はい。で、まあ、使い方ですね、まあ、これは、まあ、まあさっきも言ってくれたんですけど、誰でも使えますっていうやつで、これも先ほど来いろいろ言ったんでもあんまり言いませんが、一つだけ言っとくと、統合テレビのアカウントがあって@統合TV っていうのがおりますので、それをフォローしておくと新しい統合テレビが出たらつぶやきますので、まあ見てくださいと。はい、そうですね。でもこういう統合テレビキュレーテッドっていう場面からまあ探せますっていう話ですね。でまあちょっと歴史的な話、あの途中っていうか、まあ、あの加わった方もいるのでちょっと話しておきますと、統合テレビは実は、2007年の7月にから作ってます。まあ、皆さんまだ高校入ってへん人もおるかもいないか、ここにいないか、まあ、あの、ほぼ5年前ですね、4年と、4ヶ月ぐらい、8ヶ月ぐらいで、できました。でも最初アルファ版公開とか言ってたんですけれども、まあ、100番組を超えたのはこの初めて1年と2ヶ月ぐらいとか、なんか300番組はとかいうふうにしてて、今現在でだいたい587番組ございます。で再生回数も全部出すと、354,434の再生で、こんな風な推移で、これは別に、累積グラフをあの取ってません。あのその月ごとにどうやられましたかっていうのが本件のサイトと、あと YouTube で見られた、あの、iTunes もちょっと含めてませんが、そういうのでやると、まあ、大体まあこう上がってますかねというのが見えると。で特にやっぱりですね、見て分かると思うんですけど、本件のサイトはそんなに変わってないのに対して YouTube の方が累積で増えていると。つまりやっぱり YouTube でから見る人が増えてるんじゃないかなっていうふうになってます。あとまあ今年度ですね、まあ、悲願だったというか、まあ、あの論文を、英語の論文を、ブリーフィングスインバイオマティクスというところに通しました。まあ、これはもう川野さんの今日ちょっとおられませんが、彼 の、まあ、あのご尽力によりこれは通りましたということで、まあ、割と、海外から の、あのアクセスも増えてて、英語版のものも、まあ、今後はもっともっと強化していかないといけないなというのはあの感じております。で統合テレビの作り方っていうのも、まあ、言ってくれたのでもうあんまり言いませんけれども、まあそれ言ってくれたんでいいかって感じで、まあ、あのこれは綾瀬氏が作ってくれたあの最新のカムタジオのやつを見てくださいっていうので、あの僕も終わりにしたいと思います。で、これもまあ作る手伝いをしたい人っていうのは、まあ、あのリサーチアセスタントさんとしてやってくださいみたいな、短期間でももちろん構いませんみたいなことを書いてあるんですけれども、まあ、あのツイッターとかで問い合わせていただけるといろいろありがたいなっていうことをやってます。まあ、それは、まあ、前座だったんですけれども、まあ、あの次世代統合テレビへの挑戦ということで、今動画音声化への道というのをたど、ってます。じゃあでこれは何でかというと、前からずっとこれ言われてたんですけれども、なんで統合テレビへ無音なんですかと。もちろんその統合テレビの中でも、そのこういう講演の撮った動画のものはもちろん音が入ってます、こうやって喋ってるのに入ってますけれども、入ってないんですね、皆さんご存知の通り。 でも最近ちょっとあの始まる時に、あの、なんだ、
新婚冠婚が鳴るようになったんですが、あのそれ以外にはあまり今もまだ音つけてないんですけれども、その理由はやっぱりこの研究室でまあ皆さん見るので、音が鳴ったらこう周りから顰蹙やろと、特にそのね、ウェットの、研究室だったらこうお前何遊んでんねんとこう言われるとかわいそうだったので、あの音は入ってないと、で文字のキャプションだけにしているということになってたんですが、やっぱり音をつけようというふうに、方向を転換してですね、字幕読み上げソフトを利用して、今、やるところを今どんどん日夜検討中です。まあ、検討してくれてる子がいるんですが、ちょっとその子今日来てませんが、タイムラインにいるよね、あの俺がやってますって言っといて、はい、やってくれてます。でそれはボイスソムリエネオというソフトを使ってあのやってまして、まあ、このソフトが、まあ、ソムリエっていうからそうソムリエって言ったんですけれども、そのデータベースどれ使ったらいいか、ツール使ったらいいかっていうのもソムリエから、まあ、あのソムリエっていいなと思ってそういうふうにつけてて、もうこうこの東郷テレビに取り上げられているもので、ある程度こうソムリエのように解析のソムリエが僕なんかはだいぶできるようになってきてまして、あのないものがあったらすぐ皆さんのにあの作っていただけるようチケットで給というのを今続けて日夜こうあのやってます。ですのでどん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 あの自分もこういうふうなの聞かれたけど東郷テレビないよっていうのがあったらチケット切ってくださいという感じであの、いいんですけれども、あの今日これ着てます、僕 T シャツ、あのこれ私のあのお気に入りで今日初めて来たんですけれども、あのコールドスプリングハーバー研究所にあのゲノムインフォマティクス会議で行ったあの3人の人たちが買ってきてくれたやつなんですけれども、サイエンスイズクールと書いてあります。これは何かというと、かっこいいと、かっこいいんですよこの人はあんまかっこよくないんですけれども、あのサイエンスイズクールということで、あの皆さんやってることはあの何だろう、これサイエンスです。あのお前のやってること、お前らのやってることただの何や、あの便所の掃除であのサイエンスちゃうやろみたいなこと言う人も、まあ、たまにいるんですけど、そういう人はもう無視してください。これは楽しんでやってるサイエンスです。ですのであのかっこいいんです。かっこいいの、まあ、この科学を続けてやると、まあ、もちろん皆さんそれぞれに専門を持って別の分野にやっていくとは思いますけれども、まあ、こういうふうにあのここで統合テレビを作る RA さん、もしくはあのこれから多分話があると思いますけど、そういう自然言語処理の解析やってくれたっていうのは素晴らしい、まあ、経験だと、僕なんかも本当学生だったらやりたいと思ってますけれども、思ってたものなんですが、これで本当楽しんで、やってちょっとまあ小銭を稼いでたらというふうに、楽しんでいただければと思います。